皆さんこんにちは、ドラマーのちいこです。さあ今日はですね、一緒に基礎打ちとかチェンジアップとかそういう基礎練習をねやってみようかなと思います。今回はそのフレーズをねお伝えするのはもちろんなんですけど、その後にね一緒に5分間頑張ってチェンジアップを一緒にやる時間をとってますんでね、ぜひ動画を最後まで見ていてください。そう、チェンジアップ基礎打ちっていうのは、まあ割とねこれドラムを始めた方とか、例えば吹奏楽とかね始めた方とかだったら一番最初に教わるのがこの基礎打ちチェンジアップっていうものになるんですけど、楽譜はねとりあえず出すんですけど、読めなくても大丈夫なので私がやることを真似して皆さんも一緒にやってみてください。まずですね、なんでこの基礎打ちとかチェンジアップっていうのをやるかってことなんですけど、一つ目はスティックコントロールです。これはつまりこのスティックをねしっかりコントロールをして均等に読んだ打てるようにする練習っていう理由がまず一つと、二つ目は自分のタイム感とかタイムキープのためですね。この音が一つなっている中でタタ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 という音を入れるんですけど、まあなんていうんですかね、音って目に見えないわけじゃないですか。目に見えないタタの間に音をタタ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 って4つ綺麗にはめ込むのが基礎打ちチェンジアップなんですけど、自分のタイム感をきっちりとってちゃんとこの決められた音の間に音を2つないし4つ、まあいろいろパターンはあるんですけど、それ決まった数の音を入れるためのこのタイムキープをするためにこのチェンジアップとか基礎打ちはとても練習になります。では早速ですけれども、今日やるのはこんな感じのフレーズです。これがもう本当に一番初めに教えてもらう基礎打ちチェンジアップなんですけど、例えばこう余裕がある人はねバスドラとか足も一緒に入れてみてください。まず私ちょっとやってみますね。フレーズです。それではこのまま私の真似をしてもらったら大丈夫なので、一回皆さんも一緒にやってみてください。ちょっとだけ長めに繰り返してみます。いきます。ワンツースリーフォー。どうですか？皆さんはできましたか？ではですね、早速このフレーズを私と一緒に5分間耐久でやってみましょう。テンポは100です。もし余裕ある方は足も一緒にやってみましょう。いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。
どうでしたか？ざっくり5分間耐久で一緒にやってみました。この練習はですね、こういうスタジオじゃなくても家でパッドでやってもらっても全然大丈夫です。で、もしね、今初めて見た方がいらっしゃったら、初めから均等にできなくても全然大丈夫です。練習して徐々にできるようになってください。で、今のテンポが100だったんですけど、100でできた方は例えば次は110、120とどん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 ステップアップしてやってみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。